まず今の気持ちをお願いします。そうですね、まずは遠い山形から来てくれたサポーターの皆さんに本当感謝しています。雨の中でのプレーとなりましたが、どういったところを意識してプレーしていたんでしょうか。もうグラウンドも水が溜まってチームとしてもう長いボールで相手の陣地に送り込んでそれを拾って、ゴールにつなげるようなもうそれを90分間徹底してもう中途半端なことはしない、つないだりとかそういった時はもうシンプルに相手のゴール前にめがけて蹴ってそれをセカンド拾う、それの繰り返しを徹底しました。最後まで集中力を切らさずに掴んだ勝ち点1だと思うんですけれども、次節どういったところを生かしていきたいですか。そうですね、あと残りホームも2試合しかないので、そこでしっかり勝ち点3を取ってまた次につなげていければいいかなと思います。ありがとうございます。